7月17日火曜日朝6時5分のホームポイントはオフショアが今吹いてますね。うねりの筋は見えますがショアブレイク、まあフラットっていうフラットですね。ホームポイントの右も緩いオフショアが吹いてますが湖のようにフラットですね。気温は26度ぐらいありますね。風はオフショア、まあ爽やかな感じのオフショアではありますが、実は拾ってて気がついたんですけど、水中にもたくさんゴミがこの藻に絡まってあるのが見えたんですよね。ということはまた波がそれをビーチに打ち上げる可能性はありますね。せっかくボランティア袋28袋分集めましたが、また出てくる可能性はありますね。戦いですね。